鞘とは刃物の身の部分を包む覆いのことを言う。刃先を鋭利に保つために保護するとともに、刃が周りを傷つけないように隔離し、保管や蛍光中の安全を確保する機能を持つ。材質は伝統的には革、木、獣の角、布、金属などであるが、現代では合成樹脂が使われることもある。これらは単一で用いられるより、 組み合わせて用いられることが多い。展示で、筆や鉛筆などの先端を保護するキャップも、鞘という。刀や剣、槍、薙刀等の刀剣類では柄、鐔などと共に刀層を構成する。木製の鞘や革製の鞘は、一部に金属が使われる、ことも多く、特に刃物の差し入れ口や鞘の先の部分は、傷みやすいため金属で補強され、 体験のための釣り金具や装飾用の金具が付けられることもあった。なお、19世紀のヨーロッパでは、すべて金属でできた鞘がポピュラーになった。これは、刃先の切れ味を悪くしてしまうという欠点は、持っていたものの、革や木製の鞘にとって変わり、19世紀が終わるまでの主流を占めた。刀や剣を、貴族や騎士、武士などが身分の証として平時に身に帯びたり、 戦に赴く場合に身につけることを廃用という。これらは行動の妨げにならず、必要時には迅速に使用できなければならないため、抜きやすさから用の東西を問わず左の用部に吊り下げられる形式が多かった。また、西洋においては腰に体験用のベルトを巻く他に、肩からタスキ掛けにしたベルトに鞘を取り付ける形式もあった。担当や探検といった短寸のものは、 腹部や、右腰部、五腰部あるいは胸部や脚部など、長さや、使用目的によって、各自が装備形態を工夫したようだ。また、逆に、長寸のものは背中に背負ったり、それも無理なほど長大なものは、従者が持って突き従うこともあった。また、戦国時代から、江戸時代の内型なきの日本刀は帯に直接鞘を、差し通しており、これを縦脇という、 剣や刀は武器であるとともに、身分や権力の象徴でもあった。王族や豪族、上級貴族といった者たちは、哀悼の外装に、身分にふさわしい豪華さを求めた。珍しい素材を使い、優秀な工人が貴金属に玉や宝石を散りばめて、作り上げた外装は、実用を離れ美術品の範疇に入るものであった。アーサー王がマーリンからもらった2本目のエクスカリバーの、 鞘には不思議な力があったと伝えられる。その鞘は所有者の身を守り、血を流させない魔力を持っていたという。日本刀の鞘。上が黒く、漆を塗った鞘、下が白鞘。白鞘に収められた刀い口を切った刀日本刀においては、鞘材として宝の木が使用されるのが一般的だった。それは硬さが重要で刃物を傷めず、強度も適度にあり。 材が均質で漆塗り等の表面仕上げにも適するなど優秀な鞘材としての特質を持っていたためと思われる。外観は時代の流れと共に変化していったが全体を金属で包んだ重く厚いものから金属の使用を抑えた軽く薄いものへと移っていったのが大きな流れと言える。金属の使用を抑えた分はサメ側で補った。サメ側を巻いてその上に黒。 愛、種などの色漆をかけ、それをさらに砥石で研ぎ出して、装飾文様を浮き出させる、サメザヤである。堅固で美しく、しかも異様な雰囲気を醸し出したのですぐに広まり、室町時代の中頃には普及した。サメザヤには、雨天下で締めると閉まりすぎて、刀が容易に抜けなくなることがあるという欠点があったが、その装飾上における特徴はこれを感化するにたる。 ものだったのである。京都国立博物館修造のボタン作り売花川サメ座ヤ腰型名護白絵は南北朝時代のものだが、江戸時代中頃になっても、江戸の域を凝縮した歌舞伎の傑作、スケロクで女六の腰にあるのは一つ陰道とサメ座屋となっており、その存在は日本刀の芸術性とは不可分のものだった。刀身を柄と鞘に収め、椿や釣り金具、 補強用の諸ン具を取り付け、生地には漆を塗るなどして、個々の刀剣外装として仕上げられた一連のものを、こしらえという。こしらえには、時代や地方によって共通した特徴を持つ一群があり、それらを分類してこしらえと呼ぶ。代表的なものでは、肥後熊本藩で、江戸時代を通じて作られた肥後ご,ごしらえがあり、派手さはないものの、茶道に至るわび、錆の概念を取り入れた。 渋く味のあるこしらえである。また、天章年間を中心として作られた、特徴的な内型なごしらえの一群は、天章ごしらえと呼ばれると、これらの他にも、特徴的なこしらえは、複数存在する。一方、ほの木の柄と鞘の実で、白木のまま仕上げられ、柄には目くぎを入れただけの外装を白鞘という。白鞘は、刀剣類を保存することに特化した鞘で、 白木のままのため、鞘内の湿度が調整され、刀身が錆びにくいと言われる。それでも手入れの不備などで錆びた時には、鞘を合わせ目から割って中の掃除をすることがある。そのため、白鞘は飯粒を練って作った糊で貼り合わせてある。だけで、比較的簡単に割れるようになっている。人気映画などでは、白鞘のままの刀で格闘する場面が見られるが、 当然激しい使用に耐えられるものではない。白鞘の歴史はそれほど古くはなく、江戸時代も後期になって作られ始めたという。大名刀、蔵刀が多い上級の仏家では、武士の表道具と言われる刀を大切に保存するために白鞘を用い始めたのであろう。しかし、一般的に普及したのは、明治の廃刀令以降と思われ、それまで武士が身につけていた刀が、 一部分の軍用の他には無用の長物となり、保管の対象になってしまった。元来、刀身と外装は一体のもので、分けて考えられることはなかった。黒漆の太刀といった場合、刀身を含めた全体のことを言っているのであって、黒漆を塗った立ちごしらいの意味ではない。太刀や刀という区別も、外装が持つ属性に起因するもので、刀身自体に、 互換性がないほどの差異があるわけではなかった。それが、刀身は白鞘に入れ、外装にはつなぎを入れて別に保管するようになったため、分けて呼ぶ必要が生じ、こしらえと呼ばれるようになった。目釘柄から刀身の茎が抜けないようにするため、双方を貫通して差し込まれた、長さ2から3センチほどの釘状の部品。白鞘では竹や、水牛の角、こしらえでは、 その他に金属で作られることもある。つなぎ、つなぎの意。本来刀身が入っていることによって連結されている柄と鞘に刀身の代わりに入れられる木製の刀形。竹光と言われることもあるが、現在ではほとんど宝の木で作られるため、単につなぎと呼ばれる。弥生時代と剣類が本格的に日本列島に普及し始めたのは弥生時代である。 この時代の鞘の例として、佐賀県鳥栖市の指本村遺跡の亀館墓から出土したものがあり、赤い漆が塗られ壁玉で飾られた木製の鞘が、細型刀剣に伴って出土した。同時代後半の鉄製刀剣の普及後も、例えば、京都府与佐郡与佐野町の大風呂南一号墓、出土鉄剣などで、献身に鞘と見られる木質が残る例があることから、 すでに刀剣外装の文化があったことが判明している。古墳時代次の古墳時代になると出土品が多くなる。古墳時代前期、中期には木製の鞘や木製の部材に数の製の部材が付く鞘が作られる。古墳時代後期に入ると関東大東や歌物地立ちなど塚頭に特徴的な装飾がある外装が目立つようになる。柄や鞘には混同製の筒金や 模様を打ち出した金同、または、銀の薄い金線や銀線などが多用され、出土品でありながら今なおその輝きを残していて、制作当時のきらびやかな様を想像させる。なおこの時代の刀剣身は、基本的に自家刀か自家剣であるため、さやみも反りのあるものはない。この木の太刀の柄の長さは、片手用で、歌物立ちのように休憩に張り出した塚頭は、 バットのグリップエンドのように実用的な意味もあったと思われるが、これらの豪華な外装に包まれたたちは、偽造等と考えられており、仏器として実際に使用されたかどうかはわからない。奈良時代奈良時代の刀剣外装を語る上で、小僧院修造の刀剣類は貴重な存在である。数少ないこの木の刀剣の資料であるとともに、伝製品であるため極めて状態が良い。 代表的なものに、金銀伝創、東大東があり、白ザメを巻いた柄、東津は、聖地な透かし彫りを施した、長かなもの、山形かなものがつく足かなものなどの特徴は、後の時代の飾りたちと共通のもので、その素形であると思われる。平安時代前時代までの刀剣が、大陸や朝鮮半島からの伝来品化、それらを模して、国内で作られたものが多かったのに比べ、 平安時代に入ると、国風文化の進展に伴い、伝来品を下敷きとしつつも我が国独自の様式が形作られていった。平安時代も前半はまだ自家党の時代で、この時期に最高位の刀剣外装である飾り立ち様式が完成し、即体姿で儀式に参列する時などに廃用されたが、上級の苦行にしか使用は許されないものであった。 全体的に全時代の塔大塔に似るが、柄や鞘が細長く優美になり、内部には、刀身ではなく細い鉄棒状のものが入っているだけで、純然たる、騎乗用の外装である。代表的なものに、東京国立博物館所蔵の国宝、梨ジラ田巾装飾剣などがあり、また、税を尽くした飾り剣は高価であったため、部分的に省略した細立ち様式も作られ、飾りたちの台として、 身分や経済力に応じて廃用された。これらは宮中の儀式に必要なもので、万頭時代に入ると反りがつくようになるなど、若干の変化を加えながら、江戸時代末期から明治、大正、昭和初期に至るまで、少数ではあるが作られ続けた。これまで述べてきた、刀剣外装はむね儀上用のもので、先人に赴むくときに廃用されることはなかったと思われる。 それでは、実用的な外装はどうであったかというと、消費されるのが運命だったそれらの外装は、ほとんど残されていないのが実情である。希少な例として、正倉院に奈良時代から伝わる、わらび手刀や黒作大刀などがあり、京都の倉間寺には、坂の上の田村麻呂の廃用と伝えられる、平安時代の黒色試験がある。 これらは、鞘の生地に薄皮を着せ黒漆をかけるという手法や、簡素で実用的な、金狂いの使用、装飾がほとんどないなどの特徴から、実用的な外装であったと思われる。しかしこれらと手細部まで、神経の行き届いた作りの良さから、一般の平卒用よりは、かなり上等なものであろう。平安時代中期頃といわれる湾頭の誕生により、たちが出現する。 刀身に合わせて、反りがつくようになった鞘は、上代の立ち道洋商口付近と中ほどの2箇所に、足金物がつき、それぞれに帯取りが取り付けられる。それらに紐を通して結び付け、立ちの糸口を腰に巻き付けることにより、ほぼ水平に立ちが保持される。立ちの糸口には、組紐や革紐が用いられ、長さは、通常3メートル以上にもなったため、 鎧を着用した上からでも二重に回せる余裕があった。二の足と鞘尻の石突きかなものとの間には石金が一つ入るのが基本的な形式で、これは古墳時代晩期のわらび手等々にすでに見られる形式であり、下っては江戸時代の半立ちや昭和初期の立ち風の群島にまで踏襲された。鞘の塗りにはなどがあり、革や鱗を使った特殊なものもある。 日本刀の製作は、分業が徹底されているが、鞘に関してもそれ、自体を作る職人と塗りの職人は別のものが担当することが多い。太刀の汎用方法は、腰から吊るす。内刀は帯に刺す。軍刀には、鉄、アルミニウム製の鞘、柄が存在する。陸軍においては、最初の明治19年製刀は、メッキ加工され、銀色に輝いていた鞘だったが、 敵に見つかりやすいために、94式軍刀及び95式軍刀からは、メッキに変わり、艶消しの塗装を施されるようになった。昇降用の94式と98式、3式は塗装した、鉄装のものが正式だが、戦地用には重すぎ、また、太平洋戦争後期には、資源節約の要求が高まったため、革を被せた木製の鞘も多用されるようになっていった。 上記の鉄章では、刀身の保護と隙間調整を兼ねて、鞘の内面に木製の入れ子を設ける場合があった。海軍においては、儀上的な意味合いが強く、昭和12年制定の立ち型軍刀は、黒漆塗りもしくは、研ぎ出しサメ川巻の鞘が用いられた。海軍刀においても、海軍陸戦隊で使われたものには、陸軍同様章に皮を被せたものも存在する。 鞘へ収めた軍刀身の固定方法としては、陸軍では金属製の留め具、海軍では古来の幅木留めがそれぞれ主流であり、その他には鞘袋とつばとを小バンドで結ぶ方式なども用いられた。ケーバーナイフナイフの場合は、鞘よりシースと英名で呼ばれるのが一般的である。近代的なナイフのシースの材料には革合成樹脂、 ナイロンなど多くの素材が使われている。余談ではあるが、折りたたみ機構を持たない鞘に収納するタイプのナイフをシースナイフという。最近ではフィクスドブレードと呼ばれる場合も多い。特に代表的な素材で、第二次世界大戦よりも前から現在にかけて多くのナイフで採用されている。革のシースは木や金属などよりも、はるかに作りやすく丈夫であるという利点がある反面。 水分や湿気に弱く、メンテナンスを怠ると、カビが発生したりするという弱点がある。現在では、下記のような、作りやすく多機能な素材が登場しているが、革製のシースは年を経ることによって、味わいが出るなど、新素材では実現できない非常に大きな魅力がある。ため、今後も使われ続けていくと考えられる。数は少ないものの、鋼範やアルミなど金属製のシースも存在する。 これらは水や湿気には強いものの、重量の増加は避けられず、傷が目立ったり大きな音が出たりとデメリットもある。AKK アサルトライフルの銃剣の鞘では、本体は金属製で、その全体、または一部が合成樹脂やゴムで保護されている。和式ナイフやナタなどの鞘に使われる場合がある。加工は楽だが、水や湿気には弱い。また、 合成樹脂シースと同様ストラップなどで固定しないと抜け落ちる危険がある。M910 件と組み合わせたシース。このシースの前面にはピストルマガジン用ポーチを装着できる。一部のナイフで使用されている。水や湿気に C が重量がある。また、これらのシースは革のように柔軟性がなくナイフが抜け落ちやすいため、スナップ付きのストラップでハンドルや キルトを固定、内部に金属製の板バネを仕込んで、直接ブレードを押さえつけて保持力を高めるといった工夫が必要である。このタイプのシースには、固く固くずれしないこともあってか、ナイフのブレードに開けられた穴とシース自体の金具を組み合わせて、ワイヤーカッターとして使うなど、多機能性を兼ね備えたシースが少なくない。その例としては、M90 件や、 アイクホーンの KCB77 k ナイフなど、冷戦期の西側軍用ナイフに使用例が多い。近年増えているのがこの熱化素性合成樹脂である。カイデックスは合成樹脂であるため水分に強く、皮と違って草木の汁などで汚れても水で丸洗いできることから、海や川など水辺のフィールドを含む野外で使用するナイフのシースとしては非常に優れている。そして、 熱可塑性の名の通り、熱で変形させて、シースを作ることができるため、革の縫製技術を持たない人でも、手軽にナイフにフィットしたシースを作成できるという利点がある。これらの利点から、カイデックス製のシースは、ファクトリーナイフのシースだけでなく、ナイフメイキングの際に自作するシースとしても広く使用されている。この高いデックスは、拳銃のホルスターにも使われている。 カイデックスと共に増えているのがこのナイロン製シースである。80年代以降、コーデュラナイロンに代表される強化ナイロンが実用化されたことにより登場した。コーデュラナイロンは、摩耗や引っ掻き、紫外線に強く、繊維ゆえに様々なカラーバリエーションがあり、明細にも多用できる。その上、化学繊維のため皮より格段に水分に強いなど、利点は多いため、タクティカルベスト、 バックパックなどに利用されてきた。また、このタイプのシースには小物やピストルマガジンを入れるポーチが縫い付けられている場合がある。ナイロンシースは便利な反面、強靭なナイロンを個人で縫製することは困難である。加えて、いくら強化ナイロンとはいえ先端の尖ったナイフの刃先を直接当てれば貫通してしまう。そのため大抵の製品にはカイデックス等で作られた インナースリーブが挿入されており、貫通を防いでいる。ナイロンシースを購入する場合、サヤごと収納する目的でなければ、インナースリーブの有無を確認するのが賢明である。米軍の装備システムが、従来のアリス装備から、モールシステムに移行するに従って、パルスウェビングを備えた、タクティカルベストや、ボディアーマーに装着可能なアクセサリーポーチ類が、続々登場した。ナイフシースも、 例外ではなく、近年のタクティカルナイフと呼ばれるものには、このモール、パルズに対応したシースが付属している場合が少なく、ない。ナイロンシースと検索した場合、モールシステムホールディングナイフ用、ナイロンシースといったようなものが多くヒットするが、これは厳密には、シースというよりは、小型のポーチである。日本武術の刃術において、初心者、または一部の流派では、 江戸時代から鞘木刀を稽古に使用している。鞘脇、または、紙で作られるが、武道展では合成樹脂製のものも見られる。漆については、伝来木刀の写しの場合は塗る。鞘あたりといって刀身が鞘の部分に接触していると、錆の原因となる。また、古い鞘の場合、内部に錆や汚れが残っていて、再び錆が生じることもあり、 悪い鞘は刀身を保護するどころか劣化の原因となるため、前者は鞘師に直してもらい、後者は慎重しなければならない。従って、鞘に収めた状態での打撃は、刀剣の保護の観点からは好ましくなく、鞘の状態確認や手入れも必要となる。ありがとうございます。